リアル。こんにちは、リアルタイムニュースです。東日本大震災で被災した仙台港に25日午前、震災後初めてフェリーが入港し、物流機能回復に期待が寄せられています。フェリーは北海道苫小牧港を24日夜に出発し、食料や医薬品などの救援物資を積んだトラック約100台が続々と被災地などに向かっていきました。リアル。埼玉市の埼玉スーパーアリーナに避難している福島県双葉町をはじめとする小学生が、同市内にある J リーグ浦和レッズのグラウンドに招かれ、選手やコーチたちとサッカーや縄跳びなどをして楽しみました。前日に大宮アルディージャと共同開催したイベントに続いてのもので、明るい笑顔がはじけました。次回の更新をお待ちください。